実際に本物の粉ですね。これはあの束荷 の, この板と板をつなぐこの部品なんですよ。これは実際の大きさですね。で、したがって、まあ、うちのバッグには、まあ、人と自然、まあ、人と人をもっとあの密につなげてほしいっていうような祈りを込めて、すべてのバッグに、こういった形でバッグチャームとして、これを本物の粉土を作る木で作ったものをアクセサリーとして作っています。あの束荷の方を縫うために買った設備を他に活かせないか、実はそこから始まった。粉土っていうコンセプトをデザイン化してですね、ここに印刷したバッグですね。こちらがあの阪神タイガースバッグ4種類です。あの男女兼用の、まあ、春夏秋冬、女性用の春夏と秋冬ですね。これ有名な民さんのですね、いつの世までも足しげくっていう柄ですけど、今この旗織りの手織りで粉土の柄のものを民さんの旗織りの工房にお願いします。お願いします。この夜光貝のここの部分からここの部分まではあって、切り取ってますんで、1個の貝から1個しかできないんですね。あの琉球石灰岩を加工して面取りをして、裏にコルクをつけてテーブルを傷つけない、うんうん、